こんにちは、読書セラピストの井田翔吾と申します。本を語る人とつながるをテーマに札幌ゼロ読書会の運営をしています。またブログや SNS、ポッドキャスト等の発信活動を通して本の魅力や読書の素晴らしさを伝えています。さて、今日紹介する本なんですけれども、リアル書店の良いところっていうのは偶然読みたい本が見つかるところにあります。ネット書店のリコメンドは、過去に読んだ本の傾向から、判断されるので、外れは少ないんですけども、意外性には欠けてしまうような印象があります。ということで今日は、本屋さんで見つけて購入して読んだ本の紹介になります。辰巳宇宙さん、監修堀有信さんの元東大生格闘家双極性障害になると一冊になります。こちら日本評論社から出版されています。私自身、双極性障害を患っておりまして、当事者として、その辰巳さんですね、診断の経緯から現在も行われている治療について書かれています。私自身の同じ病気ということで、何か得られるものがあるかなと思いまして手に取りました。双極性障害はかつては躁うつ病と呼ばれてまして、こちらの方が言葉のイメージはしやすいかもしれません。気分がハイになる躁状態とうつ状態があるんですけれども、うつ病とは治療の方針ですとか使われる薬も異なります。うつのエピソードが出てうつ病だと思ったら実は双極性障害だったということが多くあるようです。私の場合で言うと、最初に躁状態になった時に入院が必要な状態にまでなったので、最初私は統合失調症というふうに診断されまして、それから治療を続けて躁状態の再発がしてしまった時に双極性障害と診断が変わりました。でこの間に5年ほどの月日がありまして、今現在も服用は続けてるんですけども、その再発を防ぐためにはやはり生活のリズムを整えることが大事だと思ってます。辰巳さんもしっかりとですね、睡眠の記録をつけてらっしゃいまして、私はスマホのアプリでチェックをしてるんですけども、短い睡眠で平気な日が続きすぎると、躁の傾向を疑うようにしています。だいたい8時間ぐらい平均で寝れていれば問題がないのかなというふうに思っております。他にも私はですね、気分の点数を日記につけてまして、マイナス5からプラス5で判断をしているんですけども、主観的なものなんですけども、書くことによって俯瞰的に自分を眺めることができるので、これは結構おすすめをしたいなと思っております。また脳と精神の密接な関係がありまして、脳に異常があると正常な精神状態ではなくなりますので、異常な行動を起こします。そのような中で起こしてしまった行動も、周りから見ればあの人がこういうことをしたという認識で残るものだと思っております。私自身もそのような経験がありますし、誰かを攻撃しまったことも忘れてしまっているところもあるのかもしれませんが、覚えていることが大半でして、それが原因で疎遠になった人も当然ながらいます。それが悔やまれることではあるんですけども、今となってはどうすることもできない状況でもあります。差別をするなと言ってもですね、区別をして仲間を作るのが人間の持つ特性の一つだと私は思っております。区別をするということがあっても、病気を理解して、病気であることを理解してもらうことはできます。これらのことについて私自身が発信のメインにしていく予定はないんですけれども、メンタル疾患のですね、お役に立てることがあれば、その道を、探っていきたいなというふうには思っております。最後まで聞いただきましてありがとうございます。運営している札幌ゼロ読書会は札幌市内で開催をしております。また選書サービスや読書に関する相談も受けたまっております。詳細は概要欄からリンクをご覧ください。より多くの本好きの方とつながれるのを楽しみにしております。また次回も楽しみにしていてください。読書セラピストの井田翔吾でした。